では D2D ずれ数字は自身の上のマスを中心とする 3×3 の範囲にある <laughs> な,んなんじゃそりゃなんじゃそりゃ なんじゃそりゃ。何がわかるんだまあ、ここはわかるよ。これが、結局ここのことしか指してないんだ。マジそ方向性が出てくるって面白いね。こういうタイプのゲームで。修学旅行の夜みたいな。 ここの1はこのどれかのことを指していて、この3はこのマスのことを指しているが、ここが1なんだからここが3なんでしょう。これさ、この辺のエリアでやってることって結局普通のマインスイーパーなんだよな、多分。こうやってこう。この4はこの4のことを表している。あ、違う。危な。このマスもか。 自分自身のマスのことも指す可能性があるよと言ってるのか。言ってるよね。多分この例でそういうの出てくるんだろうね。そうだね。この3はこのマ,このマスのことを表しているからだ。あー、やば。うん。ということは、今まで運が良かっただけですね。誰が終わったのかわかんない。えー、っと、ここに1個あるよ。 で、4は、ここに1個あるよってことを言ってる。この4は、あー、でもここに1個しかないんだから、ここの3個は決めでいいのか。そうすると、この2は、この空間に2個あるよってことを言っていて、むずいっすね。 むずい、むずいっすね。むずいっすね。うー何が上がるこの空間には2個あるよってことを言っていて、この4は、この空間に2個あるよってことを言ってるんだよな。この3は、 この空間に2個あるよってこと言ってるってことは、ここにはないのか2個。うーんー、ちょっと待って。2個あるようはなんか怖いな。11だったりする可能性あるですいやー、でも、でもいいはずだな。この3は、ここに2個確定であると言っているので、この4は、 この中に2個あるよって言ってるけど、やっぱここにはない、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 ない,ないです。ここにはない。でこの位置は、この中には1個しかないよって言ってるので、ここに1個あって。大変だ。ここには1個。この2が決まってんのか。この2はこの2箇所。ここも決まった。 残り地雷数が1個だけどそれってこの1ですもんねここに1個あってここにはないこの4のこれのこのラインは何あれあーいやいいのか,かここに1個あるよというケースしかない OK 混乱はするけど ベースはマインスイーパーなはずだこのルールはこの中に4個あるこの中には2個ある何が言えますかこの4は かぶったこの領域で2個、ここで2個っていう使い方しか不可能だ。この2も結局ここのことしか言ってないこの辺は全部開けていいよ。そうすると、ここに2個ある。で、この2が、 ここに2個あるってことを言ってるけど1つか2つはここにあるのでここには0か1あるでこの3うんはここに2個あるよってことを言っててこの4は この空間のことを言っててこのでもこの4もこの空間のことを言ってるんだよねここがラップするはずでこの4はここに全部4個あるよーってこと言っててこの4はだねだからここは入らないよね6はここだからこれ全部入ってえ、うん とりあえず押す癖をつけた方がいいのかもしれない。今。今、ここに1個あります。ここに1個あります。ここに1個あります。この2は何だこの2は、この空間にだから、ここと、ここという入り方をするはずです。で、残り地雷数が3個ですまで来てるので、 一二三でいいんじゃないのあここには入ってないなんでそうなる <laughs> あれここの推論が間違っていることあるんだあんなぜここに入るというのがなんで間違ってたこの二があ数え間違えてたこ,この旗の存在はないかってこととして考えてたね この2は、そうか。もうここで決めだったから、ここは入らないを埋めてよかったんだ。勘違いでした。勘違いです。えー、やりまし。何からスタートした俺。2が、2と4がラップするところから来たはず。ここに入ってて、ここに入ってるから、ここには入ってないよ。で、え 何を言ったんだっけな。44か。結局ここに4個あるんだからここには入ってないよ。この辺まで進めて、そして、えっ、ー、と、ここに1つです。で、えー、この4がここに1つですって言ってるので、この2は、 これとこれだから、ここを3つ解放してよくって。で、残り2個。2個か。どうやって決まんねん、こんなの。いや、三 3, 3決まってるわ。3決まってたんで、こうなって。ここだね。 これ決まってる。これ決まってる。これが結局、ここを指してて、これもここなので、ここにはない、えー、ここにはない。これがこうなって、このエリアだけど、ここに2個って言ってるので、ここに2個。と、そう、3が、<laughs> このエリアで1個あとあるよって言ってるってことは、 ここの2がここには2個置けないことが分かったしここに1個あることも分かったのでここはないこの3が決まる2が決まる4が決まるあと地雷が1個なのはここなのでこれを開けてよくて1があるので決まるよこれはすごい早かったななんとなくこの盤面って 横に広がるほど面白いのかなもしか正方形ではない円形盤面なん,なんか真ん中に穴が開いているとか通らフトーラスにすると全く意味がないルールだからかなまあトーラスにしてもあれか自分のマス自分のマスが爆弾である可能性があるマインスイーパーという意味ではわけわからないのか それだだけでも画期的なんだよなんよこ,このルーじ <laughs> 自分のいるマスを爆弾と見立てるという不思議なルールができるすごいそこが面白いな1がこのど、うんと652今どれがいけるここに1個ある このエリアに2個あるどこかこれがここに2個って言ってるのでこれのこのエリアもここにしかないここを開ける1があるからここに1個あってってことはこの2はここに1個とここに1個になるととわとかんないか。 のうん、この2とこの2はもう同じことしか言ってなくて、この3が、このエリアに3個なんだけど、ここには1個、残りはわかんない。6が決まるうん、この絵いや決まんない。何も決まんない。3が決まっとるやんけ。3は決まってた。OK。えっと。 すると、この2が、この2が必ずここにあることが分かっているため、これは開けてよい。1決まってないんでな。今、普通のマインスイーパーで考えたら、この1はここのことを言ってない。ここが決まっただけですが、2が決まる。3、1、こえー、っと、この1も決まったでしょここでしょ この3がこう来るから、ここに1個入ってるよみたいなこと言ってて。ここに1個。6が、1、2、3、4、5、6だから、あ、まかまえっと、この辺決まって、5が、1、2、3、4、5、6か所だからよくわからん。残ります、2ます。まあでも5で。 5のエリア、この中に2つ確定。ってことはここはないのか。ここに1個あるよ。えー、こうだね。この空間に1つしか存在しない。ってことはこの4は。 いいやわかんないここが入っちゃうからわかんないかいや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 この4がここなので1234でこの1はしかもここだからここ入んないこのこの1はここを乱すからちょっとわかんないなうんとこの4がここに ここに1個が今も分かっててこの4が言ってることも同じことであるこの5が123ここが入るからちょっと分かんないかこの4決まってるこの4がここのどっちかだよって言っててこの4が上に上がって12345分かんないな分かんないですね これしかわかんないね。念のためクリック。うん、考えないといけない。この位置が。 これとラップするかどうかはよくわからないんだよな。えーでも、ここには1個だよってことは言ってて、そうするとこの2は、ここと、ここっていうふうに言えるのか。ここには1個あるし、ここにはない。今何が開いたこの2が この空間に1個しか置けないよって言ってるけど、ここに1個あるんだから、ここにはない。3。この空間に2個あるようはちょっとまだわからんね。5?5 5と 3? この空間に2個、ああ、なるほどね。5が、この空間にあと2個だようだけど、ここには2個置くっていうことは禁止なので、ここに1個とここに1個である。 だから、これはここにはない。1が決まったので、ここにはないことも決まり。埋まるか埋まる。残りが3個 <laughs>。残り地雷数が3個。ここに1個、2個、3個でしかないのか。えこれ確定すんのああ、4決まったのか。なるほど。Okay. これで5問取っておいた。解いた。なるほどね。最初はぎょっとしたけど、やってみると割と楽しい。こに、盤面上と盤面下で攻め方が変わる。盤面上を攻める方がやりやすいっていうのが面白いね。変なルールですけど。よく考えたな、このルール。前回の C といい、今回の D といい。 ルールとして面白い、正当に面白いぞっていうものがまだまだ出てくるんですね。面白かった。